広島県内海町魚協所属の打瀬船内海丸2007年5月の最後の航海広島観音マリーナにて滋賀県西屋在町のマリコ船の館に保存されているマリコ船の船首部分江戸時代に工学松江門が開発した通称松江門墓明治時代の海戦台湾乱遊の闇族の船タタラは船とは日本において発達し 幕末以後の洋式船舶の導入の前まで移動や漁業に用いられた構造船及び純構造船の総称である。和船はその構造において海外の船と大きく異なる形で発展した。海外の船では応力を流骨や六材といった両部材で受けるという構造でありこれは大型化を容易にした。一方和船は有志以前の丸木船からの発達であるところまでは 同様であったが、その後に、そのような部材は持たず、厚板を必要な強度で継ぎ合わせた構造で発展を、遂げた。船型波庭に見られる、古墳時代の巡航造船、諸手船、明治時代の打瀬船、あるいはマリコ船や高瀬船など内水面で使用された船舶に至るまで、日本の船舶は、基本的にはすべてそのような基本構造のもとにあった。和船は、 このような基本構造のもとに日本各地の風土や歴史に応じて多種多様な発展を遂げた船舶の総称である。しかし一般的には同様に日本古来から発展してきた船という扱いを受けている平安時代の検討支線や江戸時代初期の朱印船等はジャンクの構造を取り入れており江戸後期の三国丸などはいわゆる 要船導入より前であるがその特徴を取り入れたことが名前にもなっている。そういったように、主に外洋へ出ていくための船であるが、必ずしも上で述べたような制限にすべて当てはまらないものもあった。和船にだけという要素は存在しない。しかし、要素の選択の傾向という点では、和船は明らかに独自性を持っている。まず船体の構造についてみると、 船底材に原則材を棚の形で継ぎ足していくという点が和線べてに共通する特徴である。船底材は最初期の巡航造船においては短材をくり抜いたものであるが、後に東北地方に多く見られる無駄もはぎ構造に進化し、最終的にははぎ合わせた板材に棚を追加し、船張りで補強する棚板作りへと進化した。前者の巡航造船は、 室町時代頃までの主流であったが、校舎の構造線も、平安時代後期にはすでに、琵琶湖では使用されていたことが判明している。推進方法は、帆、長貝車貝老、蓮貝古貝竿の5種類が用いられている。帆の構造に関しては、古代と中世では異なり、6世紀の珍しい塚古墳に描かれた船では、両原に棒が立てられ、 その間に帆が貼られており、このタイプはミクロネシアの船や近世期のアイヌの船にも見られる。これが中世の絵巻物では、船体のほぼ中央に帆柱が立てられ、四角い帆が貼られた。この四角い帆は東アジアでは日本以外では使われておらず、起源は不明であるが、古代と中世の間で搬送法の技術の断絶が確認される。中世以降、 帆は一枚帆という形式が多く、他たちは四角ぼが主流であった。しかし、歌背舟船のように二本あるいは三本マストの和船も存在していたし、帆の下端を絞り込むことで逆三角帆とすることもあった。帆に使用されたのは、江戸時代までは基本的にむしろであったが、江戸時代に工学松江門が通称、松江門帆と呼ばれる帆布を開発し、全国に普及した。 日本においては、オールは、長海や車海と呼ばれ、長海は、瀬戸内海を中心に、車海は、東北から北海道にかけて使用された。ロは、東北から種ヶ島までの範囲で用いられ、奄美群島以南では、古海が用いられた。江戸幕府が船に、流骨や、マストや砲を2本以上用いることを禁じたという説があるが、特に資料的な裏付けはない。 これらはあくまで利便性、経済的な理由を主としている。旧琉球王国の領域の住民やアイヌも和船と似た船を使っていた。琉球王国で使用されていた船舶や、集艇のうち、大型の構造船、進行船は明らかにジャンクであり、やや小型の馬艦船もジャンクに近い構造を持っている。また、鹿児島県奄美群島で用いられた板きや、 比較的大型の板付けである小早船、沖縄本島北部西海岸とその周辺島諸部を中心に用いられたタタナー、大見村の塩屋湾で行われるうんじゃみという祭りに登場するハーリー船、八重山諸島、黒島の法年祭に登場するパーレー船など、和船に類似する構造を持つ船もある。台湾東海岸沖の乱遊に住む、闇族の伝統的な船、タタラも、 センと一部の特徴を共有するものだが、それら相互の系統関係についてはつまびらかではない。それらを除く小型のサバニーは、琉球松などの大木をくり抜いた丸木船であったが、明治期の琉球処分に以後、特に沖縄本島南部の糸満において、アギアーと呼ばれる大型追込み網漁が行われるようになり、積載する漁具や人員が増加して、 相対的に大型の船体を必要とするようになったことや九州異北との関係が強まって宮崎産の帯杉が溶剤として豊富に流通するようになったことなどを契機として複在化された。その際、地切りや竹釘を用いて船材を接合する九州異北の木工技術が導入され定着した。このようにして複在化、大型化したサバニーは萩船と呼ばれる。 北海道では、オホーツク文化の二内手が構造船を使っており、影響を受けたアイヌも、近世以前に類似した船を使ってたとされるが資料は少ない。苫小牧石沼の端から出土した17世紀の伊尾町の残骸や、千歳市耳八遺跡出土の船の残骸から見ても、棚発達、方合船という点では船に非常に近い構造を持っていたことが伺われる。他にも、丸木船、 樹皮船、アザラシや、とどの比較を使った、川船が使われていたと言われている。江戸初期までの和船は、穂桁が、下部にもあり、風上への航行ができなかったため、軍船の場合は、数十兆から多いものでは百兆以上の漏油し、焦げ層を、おもとした。江戸中期以降の弁済船になると、下部の穂桁がなくなり、穂の下部をすぼませることで風上への航行も可能となったため、 江戸時代の近海海運は大いに発展することとなった。何わの海の時空間で展示されていた何わ丸復元された和線としては、何わの海の時空間の何わ丸や道のく北方漁船博物館の道のく丸があった。何わ丸は1999年に大阪湾を試験搬送した後に屋内展示されていたが、何わの海の時空間は2013年3月に閉館した。 道のく丸は2005年に完成して、道のく北方漁船博物館で搬送できる状態で、展示され、各地のイベントでの一般公開や、NHK 大河ドラマ、厚姫の撮影に使われるなどしていたが、2014年の同館の閉館により、青森県野辺寺町に無償状とされた。町は、将来的に陸上げ展示を検討していたが、屋外保管されている間に、 船体の痛みが想定以上に進んだため、解体した上で当初計画とは異なる形で利用を、図りたいと表明している。他、至るまでというよりもむしろ口述するように、概要のための船の方が、以上のような制限から外れた傾向がある。最古の構造船部材が見つかる平安機、美和湖交通担う。国際交通安全学会編。 交通が結ぶ文明と文化技報道。出版2006年。P97。第3章。和線の発達と、日本文化。足立博之、足立博之、足立博之、水の風土三密関水の文化センター。密関水の文化センター。三つ金。ホールディングズ CO。リミテッド。2020年10月14日閲覧。謎の北方海洋民族の生活生き生き。 アイヌ文化に大きな影響日経新聞、船を使い分ける、アイヌ式の暮らし。北海道ライカーズ、2018年7月15日、閲覧。重要文化的景観紹介。ピラトリ調律に豚にアイヌ文化博物館。2018年7月15日閲覧。北前船、道のくまる陸揚げ断念、解体へ引くデイリー東北。ありがとうございます。